コウモンさんというのは本当に今笑顔で放送に出てくださっていて、はい、で作品なども数々手掛けていらっしゃるんですけども、女性以上に女性らしくて、はい、子供に対する思いがあったりとか、はい、ピュアな本当にね人の心であったりとか、はい、願いであったりとか、はい、思いってところを追求してというよりも、もう本当に心底考えられた人生があるんです。泣きそうです。なんか画家さんとして作品を見て喜んでおっしゃるような、ね、方もいらっしゃったりとかして、なんで私まで泣くんだろうと思うんですけども、それが今度またジュエリーとしてね、今度は身につけれるもの、絵は身につけることができないんですよ。そうですね、申し訳ないですけど、二人で泣いてどうするんでしょうね。やっぱり女性もそうですし、私もやっぱりこれまでの人生いろいろありました。でもやっぱり今幸せです。でもそれはやっぱり思いがね、また形になって、そして広がっていった、今までの長い歴史の中で本当にお客様と長い間お話をして、ずっとコウモンさんと思いをね巡らせる絵にね、はい、感動して一枚の絵を買っていかれるお客様もいらっしゃいますし、そうですね、でその時にコウモンさんは描いててよかったって、はい、もしかしたら人生って選べない、どうしようもないことってあると思うんです。でもそれを自分でどう受け止め、どう選んで、どう受け止め、どう過ごしていくかって選べると思うんですね。ですから何か人生で悩んでることとかいる方もテレビをご覧の皆さんであると思うんですけど、はい、決して諦めないで自分に誓いとか祈りとか持って奇跡を起こしてもらいたいです。さあ残りがわずかになりました。ありがとうございます。でコウモンさんの後ろにですね、実は絵が飾ってありまして、何だろうってずっと思ってらっしゃるお客様もいらっしゃったかと思うんですけども、はい、個展だって個展もありましてね、はい、それは子供に対する思いの個展で、で赤とかテーマごとにあるんですけども、その時赤だったんですね、はい、でお子さんが今いろんな形で問題もね、はい、抱えてらっしゃったとかね、個展の絵を今回持ってきました、ね、でこれは、はい、SOS って実はよく見ると書いてあるんです。この後ろの絵ですね。今は笑顔の子供ですね、はい、それから怒ってる子供もあります、はい、いろんな子供の絵を、ね、自分のお子さんの感覚で書いてある。このカバーと手をついてるのは、はい、子供の私物化をテーマにしたんですね。私は大人の持ち物ではない、うん、私はきちんとした一人の人間なのよって、うん、そういう子供の思いをしたかったので、そういうふうに書きました。いろいろ今子供たちにはいろいろな、うん、はい、悲しいこととかもたくさんあります、はい、でも子供たちが幸せでなかったら、はい、世の中全体の幸せってないと思うんです、はい、ですからそういう子供の声を作品にして、なんか今回ちょっとジュエリーと関係ないんですけども、 SOS とお持ちしました。よく見るとね、はい、書いてありまして、非常に丁寧に描かれたものになっております。これを見ご覧になられて、ジュエリーとしてコウモンさんの願いですね、はい、それが自分自身の使命だとお考えにもなっていらっしゃいます、はいはい、そうなんです。でジュエリーとして、で教育の現場でも講演会なども実はなさっている方、本当に明るくて、はい、おしゃれで、はい、素敵なパワフルな方なんですけれども、ぜひよろしかったらリング、残り5個扱いになりました。そう、コウモンさん、はい、ハートって普通は対象じゃないですか、そうですね、上を向くじゃないですか、はい、でもコウモンさんのハートのリングというのは、これ横向いてるんですよ。いくつか理由がありまして、ネックレスが先ほど太陽とまっすぐなイメージのすっきりとしたデザインだったんですけれども、はい、そこで次はリングは飛び立つ感じです。空にここから飛び立つイメージだから、幸せをつかみ取るために飛び立つ準備をしている天使をイメージしたので、物語になってるんです。耳元、指元、胸元で全部物語、全部で物語になってるんです。そうなんですね、はい、だからこれは斜めじゃなきゃダメだったんですよ。そうですね、ここまでか澄んだブルー、内包物の少ないブルーじゃないと幸せな青い鳥を表現できないと思って、そこにはもうこだわらせていただきました。そして天使の羽のようなふわっとした、そうですね、このラインですね。普通にこう下ハートの下側の曲線がクッと中に入ることによって、この羽のイメージですよね、横から見てもこうぷっくりとブルーサファイアのこのボリューム感、分かっていただけると思うんですけれども、いかがでしょうか。川口です、よろしくお願いいたします。
そしてもう本当に愛情あふれてピュアな心を持ちのゲストの方をお招きしております。このお時間フェリス・コシネルを作っていただいております、古墳光三さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。フェリス・コシネル、幸せのテントウムシという、はい、そういった、意味合いになっているんですね。では早速ご紹介していきたいと思うんですけれども、きっとあの作品を書かれた時の光文さんの気持ちっていうのがね、そのまま人魚の涙を入れた時に私の目からも涙が出ました。ああそうですか。全ての色をずっとあれはキャンバスにアクリル絵の具で描いてるんですけれども、全部を描き終わって目を入れるまでに数週間かかったんですね、はい、なかなか思い切れなくて、ちょっと人魚姫に対しての思い入れがかなり私強いので、人魚姫って王子様、人間に恋をして、なんとか自分も人間になりたい、自分の声と引き換えに魔女に足をもらって人間になって、でも恋に破れて結局海の泡になってしまう悲しいお話ではあるんですが、はい、私の人生となんか被るんですね、はい、私もやっぱり生まれた時は男性でした、はい、それでやっぱりなんとか自分は女性になれるなんて思っていませんでしたし、今も自分が元男性であるっていうことを受け入れながら活動してるんですね、うん、やっぱり今こう女性の格好をしてますが、やっぱり自分は元男性だということを自分で全てを受け入れた時に、何かパッと目の前が開けたんですね、うん、やっぱり自分には嘘はつけないということで、はいはい、その思いを絵に込めて、その絵をこのジュエリーに込めました、はい、さあここでインフォメーションです。皆様、ペンダントヘッド、そしてリングなんですけれども、ともにもうここでお早め段階に入ってしまいました。それというのは、子供の純粋な気持ち、子供の時の純粋な気持ち、それから光文さんが子供に対する愛情も含めて全部絵になって今まで描いてらっしゃったわけですよね。はい、そうですね。やっぱり子供っていうのは私の中でもう一生を変えていこうと思えるんですね、はい、で最初の思いっていうのはやっぱり母性だったんですね、はい、もう本当にちっちゃい時から子供が好きで、子供を産みたい、できれば本当に子供を産みたいと思ったこともあるんですけれども、はい、産めない現実をやっぱり自分は受け入れてるんです、はい、今でもその上で作品を自分の子供として表現しているので、だから個展とかで絵が売れた時って喜ばないといけないんですけれども、はいはい、なんか絵が売れた時って我が子と引き離されるようなそんな思いがたまにありますね。両方あるんですか？両方ありますね。へー、はい、でもね、本当にお客様も、はい、これじゃなきゃって言って買っていてくださって、大切になさってて、はい、それをじゃあ身につける形ということで、そうだ、幸せの青い鳥の羽をこう受け止めるような、はい、そういう感じを表現してるんです。こういつ来るかな、いつ来るかなみたいな。ねえ、やっぱり待ってないと、だから下を向くんじゃなくて上を見てほしいんです、はい。幸せの青い鳥の羽がどこからか来るので。うん、待ってていただきたいんですよ。上を見ていただきたい。上を見ていただきたい。下じゃダメ。いろいろあると思うんです、はい。やっぱり今の日本も大変です。でもだからこそ私こうやって日本製で日本の職人さんの作ったジュエリーを日本の皆さんにお届けしたいんです。心を込めて。はい。こちらちょっとスライドしていただくと、スライド原画が、はい、複製画が出るんですけれども、絵も一緒にお届けしますので、ぜひ飾ってください。ジュエリーと一緒に。ページの近い、はい、今ご注文ずっといただいております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さん、この絵を描かれた時はどういう思いで、はい、お描きになられたのか。はい、やっぱり、私も何か誓いを持ってこれからも生きていきたいと思うんですね。はい、やっぱり生まれた時は男の子で、いつか女性になって。もうちょっと言ったらもうちょっと母親になってと思ったこともあるんですけれども、母親にはなれないかもしれない、でもジュエリーとか作品とか何か生み出すことができる、何もないところから何かを生み出すことで私の子供として皆さんにお届けできれば、それでもう感動していただけるジュエリーだと思うんですよね。え、はい、そうですよね。なかなか大柄のサファイアだと多いんですけれども、ここまでペアシェイプでここまでのサファイアってなかなか、はい、さあここでインフォメーションが入ってまいります。皆様に一生懸命でご紹介いたしましたペンダントヘッド、ソールドアウトです。ありがとうございます。ということは、非常にこれ私はすごく好きだったんですけれども、リングもソールドアウトです。ありがとうございます。本当に価値ある一品をお手にされた と、はい、確信しております。今から日本の職人さんが作って、ちょっとお時間いただきますけど、お届けしますので、はい、直筆サインも お書きいたしましてお届けさせていただきます。たくさんのご注文いただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。光文さん の、はい、思いが作品からさらにジュエリーとしてご紹介できております、はい、